ボンジュール。どうもこんにちは、うみくんです。今日も前回に引き続きマルセイユのアートな場所ラ・フィッシュ・ベルトメについてご紹介します。前回はこの場所のいろんな外の空間とかを紹介したんですけど、実際中に入るとこうやってアーティストたちが物を作り上げている現場がたくさんあります。シルクスクリーンアートのアーティストだったり、まあ、いろんな人がこう毎日毎日ちゃんとここで作り上げている、クリエイトしているわけですね。こういう空間ではなんかラジオとか常に音楽とかも流れていて、しかもその絵の具とかペイントの匂いもちょっとしてて、すごいクリエイティブでなんか心地よいんですよね。でこういうアーティストの空間って物が結構たくさん置いてあるんですけど、ちゃんとそこにね、あの置き方が綺麗だったりバランスが良かったり色の配置も良かったりして、なんかその空間が全部かっこいいんですよね。今ご紹介している場所はこのペイント系のアーティストなんですけれども、時期によっては他のライブ会場でライブとかイベントもやってるので、ぜひマルセイユに訪れた際は行ってほしい場所の一つであります、ね、何回にも分けてマルセイユの食文化だったり、その港町というそのカルチャーだったり、こうやってアートの場所だったり、いろいろ紹介してきたんですけれども、次回はちょっとこのマルセイユのまとめをして、さらにその次からはいよいよパリの紹介に行きたいと思うので、また皆さんぜひ楽しみに待っていてください。じゃあねー、ありがとう。